設置場所のリーガロイヤルホテル小倉下関西中継局は福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14の2のリーガロイヤルホテル小倉屋上に設置された地上デジタルテレビ放送の中継局山口県を放送エリアとする放送局が文字通り下関市西部をカバーするために設置した中継局である同地点には 北九州シティ FM の送信書も置かれている。正式名称は、下関西デジタルテレビジョン中継放送局である。関門海峡地帯は、地形等が複雑で、福岡県と山口県の県境が複雑に入り組んでいる。このため、彦島を含む下関市の九州部では、福岡県北九州市の皿倉山にある、八幡テレビ FM 放送所から出される電波を、 受信している世帯が多かったが、一方で火の山から出される地元山口県を放送対象地域とする放送局の番組が受信しにくい地域も同様に多かった。そこでこれらの問題を解決するため、県の東端をカバーする岩国デジタル中継局のケースと同様に、隣県に中継局を設ける域外中継局形式で保管局を設け、出島地局と 福浦局を除く彦島島内のアナログ中継局を廃止する方式が取られた。チャンネルは山口県の親局、日野山局と同一に設定された。設置場所となるリーガロイヤルホテル小倉は小倉都心の海岸沿いでは特に高く、彦島方面に向かって障害物はない。アンテナは北面に飲み設けられ、 下関市彦島の内日の山が見通せないエリアと下関市の西側、それに六連島だけに電波が届くように調整される。視聴可能エリアは下関市と北九州市小倉北区の一部に限られる。歴史歴史、ありがとうございます。